こんにちは、肉です。今回は NHK 紅白歌合戦の20の感想をお話ししたいと思います。ということで、もうこの感想動画も今年最後になるのかなと思うんですけど、この後、マツケンザンバがね、あるみたいなんですけど、 20のテイクアップピクチャーを見て、ちょっと思ったことをお話ししたいなと思って、それまでいつかわかんないんで、とりあえずね、先に皆さんと共有したいなと思ってお話しするんですよ。で、もう年末最後のステージということでですね、本当にいろいろ言いたいことはあるんですけど、今日の20最高すぎませんでした。なんかあの、衣装がまず去年あの白だったと思うんですよ。で、なんかキラキラした感じの衣装だったんですけど、今回は赤と黒でまとめてるところがね、もう大優勝してた。もうテンションめちゃめちゃ上がったし、もうほん 本当に最高だったし、みたいな感じで、もう超可愛かったの。なんか髪型とかも普段ね、すごいなんかやる髪っていうよりは、結構みんながみんないろんなアレンジして、もう超可愛かったでしょ。もう一人一人がね、やばかったし、なんか衣装とかも、なんか本当に赤と黒で、黒が多い子だったり、赤が多い子だったり、みたいな感じでね、もうそれぞれがもうこの急に集まって20っていう感じが本当に。 もう良すぎた。もうここに関してはもう完璧だったんよ。で、ちょっと後で、ちょっとね、ここどうなんってことも言うんですよ。そょと最後だけど、ちょっとこれだけはどうしても言っとかなきゃなと思って言うんですけど、もう美酒に関しては満点でした。本当に、ニナヤのね、ツインテールとかもなかなか見れるもんじゃないし、リオちゃんのこの髪型もめっちゃ可愛かったなって思ったし、まやちゃんね、私ハーフアップが見たいって昨日か今日のライブで言ったんですよ、YouTube ライブで。そしたら、ハーフアップだったの めっちゃ嬉しいと思って。もう可愛いのは当たり前なんですけど、ちょっと見たかった髪型のまやちゃんが見れてね、すごく嬉しかったなっていうふうに思いました。ということでですね、ステージについて今日は色々ね、お話ししたいなと思うんですけど、まず、続いては渋谷からお送りしますって言ったあやかちゃんがマジ可愛い。 もうあの彩香ちゃんのドア,アップでさもう見てる人みんな打ち抜かれたよねあこれもう20のステージ優勝したみたいなもうそういう感じの気持ちになっちゃうぐらい彩香ちゃん超可愛かったもう良かったもうあそこすごかったしあと1人ずつね映る感じのあのイントロのところっていうのかなもうなんかりくちゃんがいつもセンターの真ん中の辺にねいてこうやってやったりするんですけどでも今日は1人ずつ回ってってなんか りおちゃんがすごい見やすい位置にいたりとかして、そこが良かったなっていうのは思ったし、やっぱスペシャルだなっていうのをね、このステージで感じました。そして、まずね、りおちゃんの笑顔超可愛かったんだよね。めっちゃ可愛くって、なんか一瞬一瞬映るところ、抜かりなさっていうものがすごかったし、あと、まやちゃんがパッ で映った時のあの赤い衣装の破壊力やばくなかったですかやばい、この子誰だろうってもうネットで検索しちゃうぐらいあの赤い衣装超似合ってたと思うんですけどもう超可愛かった。そしてミーシちゃんのメル変換やばくなかったですか超可愛かった。なんか衣装もなんか本当にそれぞれにね似合うように用意されてて特にミーシちゃんの衣装ってもうミーシちゃんっていう衣装に毎回なってるんですけど今日は赤で結構まあかっこよくもねなりがちでしかも黒とね合わせる感じだったんですけどなんかミーシちゃん が着るとなんかプリンセスみたいなとディズニーに出てきそうなそんな感じの本当にお姫様みたいな感じがしてなんか歌としてはクールでかっこいいとこもあるんですけどめちゃめちゃ可愛かったなっていう風に思いました本当にねいつもどのステージも自分のものにしていくのがミーシちゃんだなと思ってもうさすがだなっていう風に思いましたねそしてマコ、ま、ちゃんなんですけどマコ、ま、ちゃんのあのパフォーマンスを見ると本当にね この一年、まこちゃんって超安定してたなって思いますね。もうどのステージも、本当にその技術的なところで100点満点を叩き出し続けてるなっていうか、それってマジで難しいと思うし、なのにあんなに楽しい、もうワクワクした表情を見せれるのって、ほんとまこちゃんってすごいなって、改めてね、この年末に思わされたステージだったなって思いますし、その次のりくちゃんもなんですけど、りくちゃんも本当に完璧なんだよね。あの二人が、 結構やっぱサビ歌うこと多いと思うんですけど、やっぱりね、安定感がやばいし、あとリクちゃんは結構ツイッターとかでもなんかその二重のファンじゃない人。 が、なんか、あの金髪の子気になるみたいなことをね、書いて回ってくることがすごく多くなってきたんですよ。それぐらい、なんか、りくちゃん、すごいね、垢抜けたなというふうに思います。そしてね、になも超やばくって、になも超やばくって、になちゃんのあの高音で、やっぱもうこの最高にね、盛り上がっていくところになると思うんですけど、あの子はね、やっぱ J.Y.Park さんになんかあの、グループを作るなんか、 確信が持てたみたいな、成功する確信が持てたみたいなこと言われてたと思うんですけど、本当にそうだよなと思って改めて感じましたし、あと、最後、ニナちゃんがクッてなんか後ろの方に行って、この最後のポーズする前に髪の毛をサッって直したんですよ。プロだわと思って、本当に一瞬のことだったんですけど、そういうところはもうね、やっぱニナちゃんマンネだけど、すごいプロ変わるなと思って、本当カメラ移りとかを一瞬で気にするところ、素晴らしかったです。そして、リマユカのラップね。 もうこれね、今年最後なんだなって思うと、もうほんと寂しいし、もうリマちゃんのもう衝撃的じゃないですか。いきなりあラップパートになったんだなと思ったら、あの本格的なラップをね、ちょっと聞いた時に、ちょっとびっくりするよね。初めて聞く人はってぐらい、本当に。 もう、リマちゃんのラップで、今年どれだけの人を魅了してきたんだろうって思いますし、マユカちゃんはね、ちょっと皆さん見ましたほんと今日ね、やばかったところがあって、最近マユカちゃん、さらに表情管理とか腕を上げまくってんですけど、今日の、うん、あーの顔見ました。やばかった。私、震えました。ステージ見て、なんか、え、マユカちゃんってこんな顔をするのこの紅白のステージでっていうのを思って、いや、ほんとね、20プロからとかじゃなくて、もう20になってからも相当成長してて、 いや、あの、表情管理驚いた。ちょっと、鳥肌が立ちました。ほんとにそれくらいすごかった。そして、最後ね、ちょっと一つだけ言いたいことがあった。まこれだけはやっぱ最後なんですけど、やっぱりファンの方もいらっしゃるので、言いたいなっていうふうに思ったのが、今日が、あの、テイクアーピクチャーがちょっと短いバージョンで、2番が飛んで、1番が終わったらラップパートからになったんですね。で、リオちゃんとあやかちゃんのパートがね、なかったんですよ。もちろんワンとかそういうとこあったんですけど、他のね、その、個人で歌うパートがなくって、そこがね、 うん、ちょっと悔やまれるところはあった。ただですね、ちょっとあやかちゃんに関しては最初にあの、 今日は渋谷からお送りしますみたいなことを言った時に、まあそこで多分カバーしてるんだなっていうところと、あと、リオちゃんが初めにね、映ったところが結構センターらへんっていうか、なんか、あやかちゃんが最初に映ってたけど、その次にリオちゃんが真ん中に来るような感じになってて、まあ、そこで調節したんじゃないかなとは思ったんですよ、絶対。なんかもう、あれに関しては、なんもう、分数とかも決まってたと思うから、も、まあ、20のね、運営がどうにかできることではないんですよ。だけと、 9に歌ってるの見たかったと思ってもうね来年の目標が立ったと思って20って本当に活躍してるしいろんなタイアップとかも取ってるしもうすごく人気だからこそこれ以上の目標ってどんなことがあるんだろうっていう風に思ったんですよでそう考えた時にまあ、昨日のレコード大賞をやっぱ撮ってほしいなっていうのは思ったしあとそれだけじゃなくって今日また思ったのが来年はそのチョップスティックってもうリオちゃんとか彩香ちゃん結構歌うじゃないですかそういう感じでもうみんながみんな思いっきり歌ってる姿を見たいなっていう 夢がもう一個できましたね、うん、それがうん来年の夢なのでもうまだね年末だし来年になってないんですけど、まあ、新しい気持ちで私のね期待という目標ができましたのでちょっと待ちたいなっていうふうに思いますそして今年はねこれが最後のステージだったんですけどもこの後マツケンサンバの方もありますしそちらの方も動画にできたらいいなって思うし本当に20って毎回衣装超かわいいなとかもうスタイリングかわいいなとかパフォーマンス超いいなってもうがっ やっぱりねすることがないというか、二重のみんなはねいつももう見てる人のことを明るくするために頑張ってくれてるっていうところがもう本当に二重大好きだし、うん今年ねこれを見てくださる方にもたくさん感謝したいんですけどもう一緒に何よりね二重に感謝してもここで皆さんと出会ったのもやっぱり二重があってこそのねものだと思いますのでこれからもよろしくお願いしますそして本当に楽しかったのとりあえずちょっとここでお話しさせていただきましたはいということでね次のステージも次 ののこテカピクチャーとかチョップスティックとかなんかがね見れるステージって結構先になるかもしれないと思って結構寂しいですよ今のところなんかこの後の予定っていうものが私たちにはわからないのであー寂しいって感じなんですけどただ n i がまたねパワーアップして帰ってきてくれることを楽しみにして来年もねちょっと待ちたいと思いますそんな感じで今回の皆さんの紅白歌合戦の n i の感想をコメントに書いてみてくださいそんな感じで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれでは